9月26日、リビングライフです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリーチャペルの副牧師、倉地圭です。今日も皆さんと共に神様の恵みの御言葉を味わってまいりたいと思います。こんな親子の話であります。子供が家に帰ってきてお父さんに言いました。お父さん、歴史の先生が戦争はどうやって始まるのか聞いてきなさい。お父さんは答えて、それはね、アメリカがイギリスを攻撃すると戦争が始まるんだよ。横からお母さんが口を出して、そんなことあるわけないでしょ。アメリカとイギリスは同盟国なんだから。お父さんが、ただの例えじゃないかと言うと、お母さんが、間違った例えから何を学ぶことができるんでしょうか。お父さんはちょっとイライラして、黙りなさいと言うと、お母さんは、あなたこそうるさいわよと言いました。子供はそれを聞いていて言いました。お父さんもお母さんももうやめて、戦争がどうやって始まるかよく分かったからと言ったという笑えるような笑えないようなお話でありますが、もしかすると争い、戦争というのはそんな日常的な私たちの心の問題がそのようにつながっていくのではないでしょうか。今日は私たちの心の問題に関してエゼキエル書11章14節から25節を通してお話をさせていただきます。タイトルは神様の主権的な恵みを味わいましょうです。エゼキエル書11章14節から25節。その時、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟、あなたの同胞、あなたの身近な親類の者たち、またイスラエルの全家のすべての者に対して、エルサレムの住民は主から遠く離れよ。この地は私たちの所有として与えられているのだと言った。それゆえ言え、神である主はこうおせられる。私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々で、しばらくの間彼らの聖所となっていた。それゆえ言え、神である主はこうおせられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし、彼らの忌むべきものや忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを返そう。神である主の御告げ。ケルビムが翼を広げると、輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から昇って、町の東にある山の上にとどまった。また霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデヤの捕囚の民のところへ連れて行った。そして私が見たその幻は、私から去って昇っていった。そこで私は主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げた。エゼキエルというのは、神は力づけてくださる、神様が
強めてくださるという、そういう意味です。いい名前であると思いませんか。国が崩壊するような絶望的な状況の中で、神様は私たちを力づけてくださる。どのように力づけてくださるか、それは御言葉、約束の言葉を通してであります。今日の聖書箇所でエゼキエルが残した予言の中でも非常に重要なものが出てまいります。それが19節です。エゼキエル書11章19節、私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える、私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与えるという御言葉であります。このリビングライフの本の解説にこうあります。回復は神の主権的な恵みの御業です。イスラエルは罪によって異邦の国々に散らされましたが、時が来ると神様が彼らを再び集め、神様が本国に彼らを連れ戻す。その時彼らは一つの心、新しい霊が授けられて、石のような心の代わりに肉のように柔らかい心を持つと、そんな内容であります。この19節には3度与える、与える、与えると使われていますが、文字通り神様がそれをプレゼントしてくださるという、私たちが今持っているものを進化させたり成長させたり、そこから無理やり何かを生み出すのではなくて、主権的に一方的に神様がくださる、それは恵みの世界であります。神様への不従順、偶像礼拝、その根本的問題の解決というのは恵みによってなされるんだという大切なメッセージであります。神様が備えてくださったものを受け取るか否かであるならば、主よ、あなたのくださる新しい霊を私も受け取りますと、そんなふうに祈りたいと思わされます。エペソ2章8節、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たものではなく、神からの賜物ですとある通りであります。星野富弘さんをご存知でありましょう。若くして怪我のために自由を失われた、そういうお方であります。体育の教師になって3ヶ月目でありました。放課後の体育館、踏切板から飛び込み前転、前方宙返り、模範演技で高く空中を舞った。まさかそれが最後のジャンプになるとは想像しなかったでありましょう。脊髄損傷で手足の自由を、首から下の自由を失いました。彼を救ったのは友人がくれた聖書でした。御言葉をプレゼントするというのは大切なことです。マタイ11章28節、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。この言葉で変えられました。そして口に筆を加え、花の詩歌を書くわけでありますが、今日は私の大好きな一編をご紹介したいと思います。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくるという内容です。いかがでしょう。富弘さんは傷は 100% 悪いもの、忌むべきものとしなくていいと言います。優しいという字は人偏に憂いる、憂いを抱いている他者を見捨てずに佇む、傷から目をそらさない。優しいという字は辞書を調べてみますと、痩せるという動詞が形容詞になったものだそうです。優しいという字の最初に出てくる説明が、身も痩せるように感じる、恥ずかしいという、それが転じて思いやりがあるとなるそうです。ご存知でしたか。つまり誰かに優しくなれる背後に、身も痩せるような恥ずかしい経験があって、愛情が、優しさが生まれる、その傷から優しさが染みてくるのでしょう。ユーモアにあふれて美しい詩を書く
星野富弘さんでありますが、怪我をして一生首から下が動かないということが分かったときに、本当におつらかったんでありましょう。こんな日記を残しています。熱など測って何になるのか、それよりも誰か、この寂しさを測って私を赤ん坊のように抱きしめてほしいという日記であります。検温して毎日熱を測ったところで一体何になるのか、もう動かないじゃないか、人生どうしてくれるんだと、そんなお気持ちであったと思いますが、そんな中で出会った主イエス様は、富弘さんの心の寂しさ、その体温を測ってくれたのでありましょう。赤ん坊のように抱きしめてくださいました。赤ちゃんは自分では何もできません。ただ与えられたものを受け取るだけ。何もできなくなった富弘さんは、恵みによって生きるという世界を学ばれました。私がハワイに留学中、星野富弘さんの個展がホノルルでなされて大きな反響を呼びました。なぜなら星野富弘さん自身がそこにわざわざ日本から特別な飛行機でいらっしゃったからです。いろんなインタビューがなされましたが、ちょっと失礼な質問もありました。もし神様があなたの体を治してくださるとしたら、治してほしいですか？そんな質問するべきでないのに。でもみんながその答えに注目していると、星野さんは静かに、いいえ、私はこのままで十分です、大丈夫です、とそうお答えになられて、周りを驚かせました。それは癒しを否定しているという意味ではなくて、痛みと傷を通して神様の愛、優しさに出会ったということを証しし続ける、そんな信仰告白のように私は受け止めました。私たちも人生のさまざまな試練の中で、主が用意してくださっている恵みの世界がある、新しい霊を素直に受け取って、主の恵みに生きるものでありたいと思います。私自身ではない、神様が力づけてくださる。それがエゼキエル、彼がその身を通して私たちに伝えているメッセージです。今日のテキスト、エゼキエル書11章19節に、石の心を取り除くとありますが、石の心というのは、頑固な硬い心という意味と、石の板に書かれた古い契約、立法主義からの解放も意味していると受け止めることができます。立法は悪いものではありませんが、私たちを罪から解放するのではなく、罪に定めるものでありました。ですから、肉の心、血の通った、命の通った心が必要だったのです。イエス様は十字架で鞭打たれ、釘で打たれ、傷ついてくださいました。血を流し、命を与え、最後は全てが完了したと、その命と引き換えに律法を成就してくださいました。その打たれた打ち傷によって私たちは癒されたのであります。本当の優しさはイエス様の傷口から今日も私たちに注がれています。その尊い犠牲によって与えられた新しい霊、聖霊様に力づけられて私たちの人生を歩んでまいりましょう。お祈りいたします。神様、あなたの備えてくださった新しい霊を受け取ります。アメイジング・グレイス、あなたの恵みに感謝します。主よ、今日もあなたが私の力となってください。イエス・キリスト様のお名前でお祈りします。アーメン。